ユナとカナ、もらってくれません？え？へらっと笑うと、淡々と続けるミレイさん。やっぱり、こぶつきだと再婚も難しいし。ミレイさんは、クスクスと笑いながら、高らかに言い放った。発達障害のガキは、中卒の貧乏ババアに譲ってあげる。私を見下すだけならまだしも、自分の娘をガキ呼ばわりして、何の未練もなく押し付けてくるなんて、同じ母親として信じられなかった。本当なら、化粧でキラキラと輝くその頬を思い切り引っ叩いてやりたい。だが、そんなことをしたらこの人のことだ。逆に弱みとして利用されかねない。では、私が育てます。私は絞り出すようにそう答えるのでやっとだった。たとえユナとカナの本当の母親だとしても、こんな自分勝手な人に育てられるくらいなら私の方がマシだ。二人を残して亡くなってしまった堅固に代わって、惜しみない愛情を注いで絶対に幸せにしてみせる。私は心の中で密かに自分自身に固く誓った。私は斉藤直子、56歳の専業主婦だ。先日夫を病気で亡くして以来、広いこの家に一人で暮らしている。まさかこんなに早く夫に先立たれるとは思いもしなかった。あまりにも急すぎる別れに、家事すらやる気にならない。そんな私を気にかけてくれたのだろう。同じ市内に住む長男の健吾はこんなことを提案してきた。母さんさえよければ一緒に暮らそうよ。ユナもカナも喜ぶから。ユナとカナは健吾の双子の娘、つまり私にとっては可愛い孫だ。健吾の提案は素直に嬉しかった。だがそれは無理なことだと分かっていた。なぜなら、私は堅固の嫁のミレイさんになぜか嫌われているからだ。ありがとう。気持ちだけで十分よ。心配かけてごめんね。私と同居だなんて話になれば、ミレイさんが猛反対するに違いない。仮に受け入れられたとしても、いつか衝突することは目に見えている。私のせいで長男夫婦を揉めさせるわけにはいかない。いつまでも落ち込んでいたらまた堅固を不安にさせてしまう。しっかりしなければ。私はなんとか自分を奮い立たせ、徐々に日常を取り戻していった。それでもやはり気遣ってくれていたのだろう。長男一家はたびたび我が家を訪れた。もちろんミレイさんは抜きだ。ミレイは忙しいみたいだから。堅固は遠慮がちに言っていたが、多分うちに来るのが嫌なんだろうなと予想はついた。ばあば、一緒にお絵描きしよう。カナ上手に描けるんだよ。8歳だからね。まあまあ楽しみね。ミレイさんには申し訳ないと思う。だが可愛い孫たちと堅固との時間はとても楽しかった。翌週末、いつものようにやってきた長男一家。笑顔で玄関を開けて、私は思わず固まった。長男一家の中に珍しくミレイさんの姿があったのだ。ミレイさんもよく来てくれたわね。ありがとう。驚きつつも微笑むと、ミレイさんは真顔のまま黙って会釈した。明らかに不満げな顔をしているが、一体何をしに来たのだろうか。もしかして堅固たちを来させすぎだと抗議されるのかもしれない。堅固の行為についつい甘えすぎてしまった。二人きりになった時に堅固にもう来なくても大丈夫だと伝えなければ。そう思っていたのだが、そういう時に限って
なかなかケンゴと話す機会がない。パパ、こっち来て。パパ、ユナがカナのペン取った。ユナとカナの喧嘩を収めるので必死なようだ。祖母の私からすれば、孫たちの多少のやんちゃは可愛いものだけど、保護者である親は大変なのよね。自分の子育て時代を思い出し、ついつい笑みがこぼれる。そんな私の隣でミレイさんがぽつりとつぶやいた。遺産ってどうなってます？え？突然投げかけられた脈略のない質問に目をパチクリさせていると、ミレイさんは少し苛立った声色で繰り返した。だからお父さんの遺産だってば。私の分はいつもらえるんですか？遺産？どう返していいかわからなかった。だって長男であるケンゴの取り分はすでに渡していたからだ。あの、ケンゴから聞いてないかしら。もう渡してるはずなんだけど。恐る恐る言葉を選びながら言うと、ミレイさんはますますムッとした顔で声を荒げた。ケンゴの分しかもらってないから、私の分はいつになるのかって聞いてるの。いくら待っててもくれないから、わざわざこうして取りに来てるんでしょ。生命保険とか貯金とか株とか、お父さん溜め込んでたんじゃないの？ミレイさんは腕組みしながら眉を潜めて言う。だが顔を潜めたいのはこちらの方だ。長男嫁のミレイさんに取り分だなんてあるはずがない。夫の生前仲が良かったわけでもない。会うのだって基本的には盆と正月くらいだ。長男一家が遊びに来ても大概ミレイさん抜きの方が多かった。夫の遺言でも残っていればまだしも、正直疎遠とも言えるミレイさんに夫が配慮するとは思えない。あのね、ミレイさん、申し訳ないんだけど、嫁のあなたに遺産の取り分はなくて。は？マジ？娘なのに？どこからその自信があふれるのか、ミレイさんは目を丸くして心底驚いているようだった。夫を慕うこともなく、嫁らしいことすらしなかったのに、こちらの方が驚いてしまう。娘って言っても義理だから。何それ、ああムカつく。期待させるだけさせといてありえないだろう。来て損した、時間の無駄じゃん。ミレイさんは自分の取り分がないと知ると舌打ちをして近くの壁を殴った。その音に驚いてケンゴと孫たちがこちらを振り返る。そしてミレイさんが吐き捨てるように言う。いつまでギャーギャーやってんの？あんたたちは本当に落ち着きがないんだから、いい加減にしろよ。ほら、さっさと帰るよ。でもまだ来たばかりじゃん。そうだよ、ママだけ帰りなよ。不満の声を上げる孫たちをミレイさんはきっと睨みつけ、もう知らないと出て行ってしまった。残されたケンゴはまたかとため息をついて帰宅の準備を始める。孫たちはブータれていたが、ケンゴに説得されていやいやミレイさんの後を追い、長男一家は帰っていった。昔からちょっと我の強い人だとは思っていたが、ここまでひどかっただろうか。常に感情をあらわにし、その時の気分のままに周りを気にせず行動する。あんな状態ではケンゴと孫たちが心配だ。私のことは抜きにしても、このまま良好な家庭を築けるとは思えない。きっとケンゴもいろいろと思うところがあるだろう。いつかケンゴと落ち着いて話したいわね。金銭面でもユナ、カナのお世話でも何でもいいから力になりたい。次に会えたら申し出てみよう。そんなことを考えていたのに、数日後私のもとに舞い込んできたのは、とても信じたくない出来事だった。一瞬のことだったみたいです。仕事からの帰り道、ケンゴがトラックと衝突事故に遭い、そのまま亡くなってしまったのだ。嘘、嘘でしょ。
夫が亡くなってまだ数ヶ月だというのに、まさか堅吾までこの世を去ってしまうなんて。私は絶望してその場にへたり込んでしまった。もう何もかもがどうでもいい。どうして私ではなく堅吾が、まだ子供だって小さいのに。ろくでもない考えがぐるぐると頭の中で浮かんでは重なっていく。あまりのショックで、情けないことにお通夜も葬儀もほとんど記憶になかった。なんとか一通り終えて落ち着いた頃、私はミレイさんに声をかけられた。子供たちのことでちょっと相談いいですか？ユナとカナのことだ。そうだ、私は自分のことで精一杯で、彼女たちに構ってやれていなかった。慰めたり抱きしめたりした気はするが、よく覚えていない。ユナもカナも突然父親が亡くなり、情緒不安定に違いない。なんて言ったってまだ8歳なのだ。私はただただ落ち込んでいただけの自分を恥ずかしく思った。ミレイさんはきっと母親としてこれからのことを考えているのだ。私よりよほどしっかりしている。堅吾が残していったユナとカナには絶対に幸せになってもらいたい。そのために私が力になれることがあれば何でも協力するつもりだ。子供たちのことね。ええ、何かしら。私はミレイさんの目を見て力強くうなずいた。たとえ価値観や性格が合わなくても、同じ目的のためならきっと仲良くできる。ところがミレイさんの口から飛び出したのは、私の予想とは真逆のものだった。ユナとカナ、もらってくれません？え？ミレイさんはヘラッと笑うと淡々と続ける。やっぱり小ぶつきだと再婚も難しいし。再婚？堅吾が亡くなって間もないというのに、嫁であるはずのこの人はすでに再婚を考えているというのか。私は呆然とミレイさんを見つめた。軽蔑を含んだ私の視線に気づいていないのか、ミレイさんはその後も語り続ける。ほら、ユナもカナもちょっとおかしいでしょ？今までも育てにくくて。おかしい？何が？二人ともやんちゃなところはあるが、別にそれをおかしいと思ったところはない。ミレイさんは私をバカにしたように鼻で笑う。気づいてないんだ。バーバはのんきでいいですね。まあ、お母さんの時代には発達障害とかってなかっただろうし。発達障害、詳しくは知らないが聞いたことはある。コミュニケーションが苦手だったり、学習や生活で問題が起こりやすいとテレビで特集していた気がする。ユナもカナもその発達障害なの？診断は受けてないけどね。堅吾はなんかいろいろ行きたがってたけど、私が止めてたの。だって恥ずかしいでしょ？そんな。私は発達障害について詳しく知らない。ユナもカナもうちに来ている間の姿しか見ていないから、特に疑問に思ったこともなかった。だが発達障害は早くに療育を受けると本人が過ごしやすくなると聞いたことがある。ミレイさんはただ恥ずかしいという理由でその機会を奪っていたというのだ。ミレイさん、あなたそれでも母親なの？つい声が大きくなってしまう。わなわなと震える私をミレイさんは冷たい目で見ている。まあ、お母さんにはわからないでしょうね。貧乏なために中卒だなんて恥ずかしい過去、あっさりバラしちゃうんだもの。な、自分の顔にカーッと熱が集まるのがわかった。それを見てミレイさんが嬉しそうに口角を上げる。あ、恥ずかしいとは思ってるんだ。やだ、意外。ちっとも気にしてないんだと思ってた。ミレイさんの言葉に私はますます顔が熱くなる。実は私は母子家庭で育った。
中学まではなんとか卒業できたものの、高校に通っている途中で母が倒れ、生活が苦しくなり中退。そこから知人のつてで働き始めたため、最終学歴は中卒だ。長男夫婦が結婚前、ミレイさんが自分の学歴を気にしていたので、フォローになればと私の学歴を話した。良かれと思って話したが、こんなことなら言うべきではなかったのかもしれない。これはあなたにバカにされたことへの怒りで、中卒自体恥ずかしいとは思ってないわ。そうなんですか。じゃあちょうどいいじゃん。恥知らずならあの子たちのことも面倒見れるよね。ミレイさんはクスクスと笑いながら高らかに言い放った。発達障害のガキは中卒の貧乏ババアに譲ってあげる。同じ母親として信じられなかった。私を見下すだけならまだしも、自分の娘をガキ呼ばわりして何の未練もなく押し付けてくるなんて。本当なら化粧でキラキラと輝くその方を思い切り引っ張ってやりたい。だがそんなことをしたらこの人のことだ、逆に弱みとして利用されかねない。では私が育てます。私は絞り出すようにそう答えるのでやっとだった。ミレイさんは私の答えを聞くと、よかったと満足げな顔をして去っていった。たとえユナとカナの本当の母親だとしても、こんな自分勝手な人に育てられるくらいなら私の方がマシだ。二人を残して亡くなってしまったケンゴに代わって、惜しみない愛情を注いで絶対に幸せにしてみせる。私は心の中で密かに自分自身に固く誓った。後日改めて手続きを行い、ユナとカナは正式に私が引き取って育てることになった。ケンゴの代わりに育てると決心したものの、私は内心ドキドキしていた。ユナとカナの気持ちを聞かずに話を進めてしまったからだ。一応これからはママとではなく、バーバとユナとカナの3人で暮らすけどいい？と聞くと、二人ともうなずいてはくれた。だが二人の本当の気持ちはわからない。懐いてくれていたと思う。それでも本当の母親と私を天秤にかけた場合、二人から選ばれる自信はなかった。でもあんなことを言うミレイさんにはユナとカナは任せられない。父親の剣をなくした上に祖母の私と暮らすことになるなんて、小さな二人にどれだけ負担を強いてしまうのか。せめて二人が少しでも安心して生活できるようにしなくちゃ。幸い私には時間と経済的な余裕はあった。もともと専業主婦だったので時間の融通は効くし、夫が残してくれたお金のおかげで生活に困ることはない。ただミレイさんから言われた発達障害という言葉はずっと胸の奥に残っていた。あれから少し勉強してみたが、発達障害の子に寄り添うのはとても忍耐が必要で大変なことらしい。しかもユナとカナは双子だ。全てが2倍。もし私が受け止められないくらい癇癪を起こしたらどうしよう。考えても考えても答えが出ないまま、私たちの3人での暮らしが始まった。最初の頃こそユナもカナも不安定なところが見られた。環境の変化に戸惑っていたのだろう。夜中に起きることもあったし、やけに怒りっぽい時もあった。このまま二人が荒れたままだったらどうしよう。まだ幼いのだし言って聞かせられるものでもない。私は不安だったが、二人はだんだんと落ち着いていった。むしろ一緒に暮らして1年を過ぎる頃には進んでお手伝いをしてくれるようになった。我先にとできることを探す二人。私は助かった時、いいところを見つけた時は絶対に褒めるようにした。ユナは洗濯物を畳むのが上手ね。
丁寧に角を揃えてくれてるから、しまった時にとても気持ちがいいわ。カナはお皿を洗うのがすごく早いのね。しかも洗い残しもない。こんなに上手だなんてびっくりしちゃう。ユナもカナもありがとう。すると二人は嬉しそうにはにかんで私に抱きついてくる。その表情と行動が可愛くて、私はついついまた褒めてしまう。あらあら、二人ともどうしてそんなに可愛いの？バーバの孫だからじゃない？バーバのことが大好きだからだよ。癇癪を起こすこともなく、以前のようにやんちゃなところも随分と落ち着いた。学校の面談で二人の担任の先生からこんな風に言われたほどだ。正直私も驚いてます。昨年に比べてすごく落ち着いていますよ。問題行動？全くありません。前の担任によると、昨年まではトラブルや注意することも多かったようですね。ですが今は他のお友達とも仲良く遊んでますし、楽しそうにしてますよ。年月がそうしたのだろうか。ともかく二人が楽しくやれているならよかった。私は心の底から安堵した。ちなみに二人を引き取ってからというもの、ミレイさんからは一切連絡がなかった。母親として少しは二人の現状が気になったりはしないのだろうか。大事な娘が今どういう生活をしているのか、どんな成長を遂げているのか、母親ならばその目で見たいと思うはずだ。仮にミレイさんから会いたいと連絡が来たなら、ユナとカナが拒否しない限り私は会わせる気でいた。押し付けられた形にはなったが、何もミレイさんから二人を取り上げようという気はこれっぽっちもない。だが会いたいという希望はおろか、メールや電話の一つもミレイさんから届くことはなかった。一方でユナとカナの口からもこれまでミレイさんの名前が出ることはない。だがいつ二人がミレイさんを恋しく思うかはわからない。いつか二人から聞かれたら私がしっかり対応しよう。そう身構えていたが、結局ミレイさんの名前は出ないまま、あっという間に10年が経過した。ユナとカナは18歳になり、共に大学への進学を決めた。運動が得意だったユナは高校から始めたテニスで実力を発揮し、スポーツ推薦でテニス部の強い大学へ。医療に興味があったカナはコツコツと勉強を頑張り、ユナと同じ大学の医学部へと進学を決めた。自分で進む道を決めた二人が私はとても誇らしかった。だが同時に少し寂しさも感じていた。あんなに小さかったユナとカナがこれからもっともっと自立して一人で生活できるようになっていくのだ。こんなに立派に育ってくれて嬉しい。そう思う一方で飛び立つ二人を見送るのは寂しかった。進学のために家を出るときには三人で抱き合って泣いてしまった。二人とも何かあったらすぐに連絡してね。いつでも駆けつけるからね。ありがとう。お母さんの方が心配だよ。長期休みには帰るからね。電話もするから無理しないでね。お母さん若いと思ってももう年なんだからね。いつの間にか二人とも私のことをお母さんと呼ぶようになっていた。おこがましい気がして訂正したこともあったが、でも私たちのお母さんはお母さんだけだからと言って全く聞いてくれず、そのまま今に至る。うん、ありがとう。ユナもカナも私の自慢の子だわ。大学生活が始まってからも二人は頑張っているようだ。ユナはテニスで全国大会に出場したし、カナはトップの成績を維持していた。本当に立派に育ってくれた。もう手が離れる日もすぐそこだと感慨深くなっていたある日、私のもとへ思わぬ人から連絡が入った。ミレイさんだ。お久しぶりです。
声こそ忘れてしまっていたものの、その独特の話し方を耳にすると、一気にミレイさんの顔が脳裏へと蘇ってきた。お久しぶりです。何のご用かしら。ゆっくりと返事をすると、電話の向こうからはクスクスとミレイさんの笑う声が聞こえる。さあ身構えないでくださいよ。お母さんにはお礼を言おうと思って。お礼って何の？ユナとカナのことですよ。ミレイさんはこの上なく上機嫌だった。ずいぶんと立派になってるみたいじゃないですか。国体選手に成績優秀な将来のお医者様候補だなんて、私も母親として鼻が高いわ。二人のことをあっさりと見捨てておいて母親面するなんて腹立たしい。反射的に毒づきそうになったが、なんとかこらえた。それよりもミレイさんがなぜ二人のことを知っているのだろうか。どうしてあなたが二人のことを知ってるんですか。まさか二人に会ったことが、私に言い出せずにこっそり会っていたのだろうか。ドキドキしながら聞くと、ミレイさんはこれを否定した。まさか、たまたま SNS で流れてきたのよ。最初は顔だけであの子たちだってわからなかったけど、奇跡の双子だって出てたからさ、よく見たらユナとカナじゃんってびっくりしちゃった。嘘は言ってなさそうだ。私は SNS は全くやらないので知らなかった。それでね、実は私の今の彼、動画サイトを運営してて、二人のことを特集したいって言ってるの。は？だから二人の連絡先教えてもらっていい？10年以上音沙汰がなく、やっと連絡が来たかと思えば、この人は何を言っているのか。要するにユナとカナを見せ物にしようという話ではないか。ふざけるのもいい加減にしてほしい。二人に聞いてみないと、勝手に教えるわけにはいきません。大丈夫だって、私はあの子たちの母親なのよ。絶対に喜ぶから。無理です。二人の了解を得てからじゃないと教えられません。ミレイさんはムッとして一瞬黙り込んだ。だが少ししてまたひょうひょうと話し出す。わかったわよ。じゃあすぐに二人に聞いて。聞かなきゃ鬼伝するからね。わかりました。気は進まないが、ミレイさんが母親なのは事実だ。二人のことだもの。大丈夫、きっと断るに決まってるわ。私は自分に言い聞かせてユナとカナに連絡した。返事はすぐに返ってきたが、それは私を困惑させるものだった。メッセージアプリの ID 教えておいて。私も話したいことがあったの。ユナが連絡取るって言ってたから必要ないと思うけど、もし私のも教えるならメッセージアプリの方にしといて。結果として二人ともが連絡先を教えていいというのだ。これは私には予想外だった。そう言われては仕方ない。私は内心穏やかでないまま、ミレイさんにユナの ID を教えた。サンキュー。その返事を境にミレイさんとのやりとりは終わった。夜になると今度はユナから連絡が入った。今度あの人と会うことになったから、一応お母さんには伝えておくね。え、ミレイさんと？なんで？いつ？来週の日曜日。カナも一緒だから大丈夫だよ。平然というユナ、その様子からは緊張も戸惑いも感じられない。それなら私が口出しすることではない。そう分かってはいたが、どうしても口を出さずにはいられなかった。私も行っていいかしら？え、別にいいけど、うちの大学の近くで会うから遠いよ。邪魔はしないわ。なんなら遠くから見てるだけでもいいから。ミレイさんが二人に何と伝えたのかはわからないが、私に言っていたように今の彼氏が同行する可能性はある。もし万が一ミレイさんが二人に何かしようとしたら、すぐに駆けつけられるようにしたい。心配性だな、お母さんは。じゃあ時間と場所がちゃんと決まったら教えるね。ありがとう。
翌日、ユナから連絡が来ていたので、私はすぐに準備を始めた。ミレイさんと二人が会う当日、私は新幹線に乗って、はるばる二人の大学がある九州まで来ていた。ミレイさんと会うのは午後かららしいので、午前中に落ち合い、昼食を食べ、久しぶりに三人でゆっくりして過ごす。そろそろ時間だね。行こっか。ミレイさんが指定してきたのは、大学近くの公園だった。二人が公園内のカフェで待つ中、私はその付近のベンチに腰掛けて見守る。約束の時間から30分ほど遅れて、ミレイさんは現れた。その横には、見知らぬ男性がいた。おそらく、今のミレイさんの彼氏だろう。合流する前から、男性は手持ちカメラのようなものを構えていた。久しぶりね、ユナ、カナ。ああ、会いたかったわ。10年経っても一目見ればわかる。私の可愛い宝物。うっとりした声を上げると、ミレイさんは二人に抱きつこうと駆け寄った。10年越しの感動の再会といったところだろうか。男性は取り逃さないようにとカメラを構えている。ミレイさんがあと少しでカナに触れると思われたその瞬間、カナは素早く後ろに後ずさり、ミレイさんの腕は何もない空間を抱きしめることとなった。は？ユナ、何してんの？まさか忘れちゃった？ママだよ。信じられないとばかりに目をパチクリさせるミレイさん。隣の男性もカメラは構えたままだが戸惑っているようだ。何してんのはこっちのセリフでしょ？10年も経てばほぼ他人。それなのに会ってそうそう抱きつくなんてどうかしてるって。カナがため息混じりに言うと、ミレイさんの顔がカーッと赤くなる。ユナ、私は悲しいわ。お母さんの影響ね。いつからそんなにひどいことを言う子になったの？私の知ってるユナは私に似てもっと優しい子だったはずよ。それを見ていたユナがクスクスと笑い出し、ミレイさんは赤い顔のまま振り返った。ちょっとカナ、あんた何がおかしいのよ。いや、だってさ、全然わかってないんだもん。は？何が？鼻息荒く問うミレイさんに、ユナは冷静に答えた。私がユナだよ。あなたとさっきから話してるのはカナ。一目見ればわかる？何がわかるの？ぐミレイさんは奥歯を噛みしめて黙り込んだ。私から見ればユナとカナの違いは一目瞭然だが、双子なだけあってパッと見では区別がつかないらしい。ミレイさんは出鼻をくじかれて悔しそうだ。今にも噴火しそうな顔をしていたが、男性に何やら耳打ちされて落ち着きを取り戻したようだった。ごめんなさいね、久しぶりだから間違えちゃって。でもママ二人に会えて嬉しいわ。ニコニコと機嫌を取るように笑うミレイさん、そのままユナとカナに近づくと二人に手を伸ばす。だがその手を二人は素早く振り払った。一瞬ミレイさんの顔が歪むが、またすぐに作り笑顔に戻る。ひどいじゃない。でもそうね、照れくさいのかしら。それなら仕方ないわよね。言い訳のようなことをカメラに向かって言うミレイさん。ユナがふとカメラを指さした。これって配信中なの？あなたたちカップル動画を載せてる人よね。ユナの指摘にミレイさんがパーッと顔を輝かせる。そう、そうなのよ。知ってくれてたの？嬉しい。いつも炎上ネタでバズってるよね。友達に見せられた時にはびっくりしたよ。くだらなすぎて。は？眉根を寄せるミレイさんに構わず、カナもユナに同意する。私も見てて恥ずかしくなるほどチンプだと思った。いい歳してベタベタしながら人の悪口とか炎上ネタばっかり。私なら恥ずかしくて無理。なんですって？ミレイさんは般若のような顔でプルプルと震えている。しかも最近はギリギリの炎上ネタを狙っても
全然バズってないよね。それで困ったから私たちのおこぼれでどうにかバズろうと思ったの？ねえ、人に寄生してばっかりで嫌にならない？うるさい、かな！あ、ユナ！パンと高い音が響いたかと思うと、遅れて方がじんじんと熱を持つ。私はその勢いに負けてその場に倒れ込んだ。お母さん！ユナとカナが私の元へと揃って膝をついた。ミレイさんは私たちを指さして、ありとあらゆる暴言をヒステリックに叫んでいた。私に捨てられて貧乏中卒ババアに育てられたくせに、いい気になってんじゃないわよ。お前らごときでバズるわけないだろ。ただちょうどいいから利用してやろうと思っただけだっつーの。あんたたちなんて発達障害のくせに、どうせこの先落ちぶれんだよ。一気にまくしたて、ハーハーと肩で息をしているミレイさん。やがて男性と目を合わせると、さーっと顔を青くした。ああ、これは違うんです。つい頭がカーッとなっちゃっただけで、本心じゃなくて。本心じゃないのにあんなにスムーズにひどいことを言えるのね。私がよろよろと立ち上がると、ミレイさんはうろたえた。あなたがこの子たちを私にくれて本当によかったわ。やだわこの人、子供を物みたいに言って。カメラがある後ろめたさからか、ミレイさんはキョロキョロと目を泳がせている。あら、あなたが言ったんでしょ、発達障害のガキは中卒の貧乏ババアに譲ってあげるって。あ、本人の前でそんなこと言わないでよ。この子たちは賢いから全てわかってるわ。あなたが自分たちを邪魔者扱いしていたことも、利用価値でしか見てないことも。だから二人とも堅固にばかり懐いていたのだ。こんなに立派になるなんて知ってたら私が育てたわよ。それはあなたが横取りしたようなものじゃない。何を偉そうに。それは違うよ。うん、違う。ユナとカナは私をかばうように立ちはだかった。あなたに育てられてたら今のように充実した生活はなかった。そんなのわからないでしょ。わかるよ。当時はパパが忙しくてあなたといる時間の方が多かったから、私たちは荒れてた。二人によると、ミレイさんはほぼ二人を放置し、学校から帰っても面倒くさがって話すら聞いてくれなかったらしい。あの頃はあなたの関心を引きたくてしょっちゅう暴れてた。でもお母さんと暮らしてからは違う。うん、お母さんは私たちをちゃんと見てくれた。ユナ、カナ。にっこりと微笑んでこちらを見ると、二人はぎゅっと私の手を握った。お母さんに託してくれたその一点だけはあなたに感謝してる。な、何よ、お母さんお母さんって。産んだのは私よ。そいつはただのババアでしょ。ヒートアップしたミレイさんは私の胸ぐらを掴んできたが、どこからかやってきた警察官によって止められた。どうやら騒ぎを見ていた周りの人が呼んでくれたらしい。金輪際私たちに近づかないでね。まあ当分はそれどころじゃないだろうけど。ミレイさんは警察官と男性に取り押さえられながら悔しそうに二人を睨んでいた。その後、ミレイさんと男性は警察署で注意された。というのも、あの公演は撮影許可が必要にもかかわらず無許可で配信していたそうだ。また私に対して平手打ちする姿も、罵詈雑言を浴びせる様子もバッチリ配信していたようで、アカウントは削除されることとなった。もともとフォロワー数はそれなりにいたようで、ミレイさんと男性は住所を特定され、周囲からの嫌がらせに耐えきれず引っ越す羽目になったそうだ。アカウント削除により無収入になってしまったため、引っ越し費用や生活費は金融会社に借りてなんとか生活しているらしい。ただ返済のめどが立たず、借金の取り立てに捕まり、ひいひい言いながら働いているとか。なんとも自業自得だ。あんなことがあったから
ユナとカナが精神的に大丈夫か気になったが、二人ともケロッとしていた。あの人が言うことなんて何とも思わないよ。そうそう、私たちのお母さんはお母さんだけだから、むしろ今後関わらなくていいからすっきりした。なんとも頼もしいことだ。今は別々に暮らしているが、長期休みの旅に帰ってきては料理をせがまれる。素直に甘えてくれる二人は本当に可愛いし嬉しい。これからも二人の未来を見守れるように長生きしなきゃなと思う。